ちは。こんにちは、さゆたかさん。楽天の話です、はい、でもあっちの楽天の話題ではなくてこっちの正統派の楽天の話題です。いや、ちょっと待って、はい、正統派も何かあんのか今どこが正統じゃないんだ、一部なんかこう今ちょっとにぎわせてることがありまして、やっぱりのところで、ああ、そういうことね。はい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 、現役セカンドナンバーワン豊さん動画出して、あれ好評なんですよ、周りから。そうですよ、そうなんです。だけどいろいろあるわな、生きてるとな。そうですね、まあ、我慢できんこともあるんだろうな。そうですね、今、まあ、しょうがないね。そうですね、まあ、何言ってるかわからないけど X とか見ていただければなんとなくわかると思うんですが、楽天が、CS も消滅してしまったというところで、はい、今井監督の来期白紙、球団幹部今すぐ来年のお願いをすることはないとこういう記事が出ました。今井監督は2年契約なんだそうですが、その続投が規定路線ながら、球団幹部が今すぐ来年のお願いをすることはない、全日程が終了した時点で会社内で全体的にしっかり評価してから決めるというふうに去就については明言を避けたと。これちょっと異例なのかなと思うんですけれども、まあ、他の球団だったら異例かもわからないけども、はい、楽天だったら規定路線だよな。あるのかな。いや、だってお前1年で契約切られたの監督って何人いるよ。5名いるんだろ、はい、珍しくも何ともないじゃん。そうです、平石さんに関しては3位で1年で辞められてるので。デーブもそうです、1年でしょ、はい、で平石でしょ、はい、でミキでしょ、はい、でタオさんでしょ、はい、ブラウンが、はい、5人もいるんだったらさ、はい、もう珍しくも何ともないよ。そうです、なんかもう通常のことっていうことなんですかね。まあそうだね、でもそれは監督をお願いした人の、はい、まあ、人生もあるわけだから。そうですよね、まあ、そこら辺はねちゃんとしてほしいな、はい、その2年っていうさ、うん、年数ってどうやって弾き出したのかね。いやどうなんでしょう、3年契約のところもあれば2年契約でお願いするところもあると思うんですけど、2年でどの程度の結果を出せば2年で合格っていう風に楽天サイドがしてるのかちょっとわからないんですけど。いや、だけど球団内部の人間って、はい、やっぱこれだけの戦力があって、うん、こういうピッチャーがいると、うん、まあ、チームはこういう状態で年齢がこうだと、はい、そしたら他の球団と比べたら何位になるのが上等だと、うんうんうん、まあ、例えば絶対優勝は目指そうっていうわけだから、うん、それをこう監督一人のせいにするっていうのもさ、そうですよね、どうなんやろうなと思うね。確かにそのね、チームの選手のその個々の能力もありますし、怪我もあるでしょうし、まあ、年齢的なものもあるだろうしな、はい、であと交流戦は優勝してるんですよね。なあ、はい、初めてだろ。そうです、そうです、初めてなので。だからまあそれなりにインパクトを与えたシーズンだよね。そうです、うん、それと解説者もほとんどのメンバーが B クラスに予想しているということを考えると、最下位だったりとか、うん、その中での1位だから、そうですね、B クラスの1位ですね。そうそうそう、いや、そうですよ、言い方を変えたら1位だから、うん、で最後は本当にロッテと3位どっち行くのかまで競ってたっていうことは確かですし、ね、なんかいろいろあって、まあ、4位になっちゃったと、はい、監督がこう士気を下がるようなことをやったとか、うん、まあ、そういうんだったら別だけど、はい、まあ、結構で一緒ちゃんと戦ったと思うよ。ですよね。いや、それでクビになるんだったら、うん、あそこで監督やる人はいないんじゃないの。だから人生変わっちゃうもん。だから今井はそのままコーチから の,、はい、昇格だったから、うん、まだ人生変わるっていうよりも、うん、給料がちょっとだけ、うん、楽天だからちょっとだけ上がっただけで済んだけど、うんうん、これ外から呼んだ人って、はい、いろんなところともう人脈とか道を作ってるからね、うん、それをゼロにしていくっていう人はもういないんじゃないか。ちょっとバカにしすぎだよな。1年で何ができるんだよ。結構やっぱこう厳しいよね。そうですよね、まあ、そうなってしまうとね、うん、さらに球団幹部の方は1年間を通して数字、まあ、成績やデータは全部ある、会社の方針としてそれらを含めて組閣も考えるというふうに説明したということで、どの分野でミスが多かったとかさ、成績が上がらなかったって、じゃあそのコーチに対しての評価っていうのは低くなるから変えようっていうことだよね。そうなってきますよね、うん、でもこれ1年で変えるとまた選手たちもまた1年で変わってまたその監督によって方針変わるってなるとまた振り回されちゃいますし、まあ、ただね、球団としたらやっぱこう雰囲気を変えたいというね、うん、まあ、新鮮なものっていうのが一番やる気になるんだよね、はい、まあ、例えばマラソン走ってて20キロ地点で
ね、ビリの方を走ってたと、はい、ちょっと一回チャレ全部チャラにしてスタートも戻そうって、うん、よし頑張ろうみたいな思うじゃない、うん、環境が変わるとそうなりますよね。でもケツの方が変わらないんだよ、うんうん、変わらないけど気分だけは変えたいというさ、はい、まあそういうことかな狙いはっていうふうには思うけどね、まあそれがいい方向に働けばいいんだけどもさ、そうですね、まあ根本的にピッチャーが足りなすぎるよ、先発ピッチャー特に、マークも今年、まあ、投げれてないし、はい、まあ、岸が目立ってね、そうでした、頑張った、則本が頑張った、うん、まあ、早川が頑張った、はい、まあ、藤井か、うん、あ、そうです、ね、あとやっぱ内とか庄司、うん、とか、うん、まあ、そういうところがやっぱもうしっかり投げないとね、うん、で小蛇っていうのがいてルーキーで してみればよくやったかなとは思うけども、うん、なんかこれからの選手だし、そうです、だからここでコロ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 変えててもさ、うん、俺は仕方ないような気がするけどな。なんかどん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  A クラス優勝っていうのが届かなくなっていっちゃいそうですね、コロコロ変えると毎年監督を、うん、これが短期決戦で監督変えて気分変えて春だけは行くぞみたいな、はい、いうことはあるにしても長丁場だとさ、うん、そんなにねラッキーはないよ、うん、そうですね、やっぱりこう地盤を作っていって戦う姿勢を見せて、うん、まあ、やっていかないとなかなかやっぱこう A クラスだとか、そういうことは難しいだろうな。ですよね。あとはあのバッター野手でいうとやっぱり浅村選手が今年なかなかっていうところもあったので、そういったところのじゃあ浅村選手をどういうふうにすべきだったのか、ね、浅村とねこの前 S 君で話したけど、はい、ものすごく責任感じてた、うん、そうだったんですね。あの三塁手という、うん、俺ポジションがやっぱバッティングにも響いてるし、もともとセカンドでずっとやってた人間だから、お前なんでファーストにコンバートされなかったのって言ったら、うん、でもサードっていうのはこう僕が言い出したことなんで、うん、まあ、ファーストの案もあったらしくて、はい、僕がダメだと思うまで責任を持ってやりたいっていう、だからすごく責任を持ってね戦ってることは確かなんだよね、はい、だけど俺は浅村はファーストの方が絶対いいと思っててね、うん、その方が結果もバッティングの結果もいいだろうなと思いながらも、はい、でも自分の言葉に責任を取る、うん、それはやっぱ素敵なことだし、はい、責任を応援はしてあげようなってその時は思ったよ、はい、そういうことも含めて、うん、球団の人たちは理解を示しておかないとさ、まあ、数字だけで見た目だけで動かしてほしくはないけどな、はい、みんな一生懸命やってることだからね。そうですね、現場は、ね、現場の空気感でやっぱり数字上だけじゃないものっていうのがそこのグラウンドでは動いてるですもんね、うん、リアルタイムで。あとはね今へね注文するのは暑さだな、うん、なんかね遠慮してるような気がする。もっとね若いんだから、はい、兄貴が弟を引っ張るぐらいの感じで、うん、ちょっと引っ張ってほしいなと思うけどね、うん、そうですよね、うん、コンプラとかパワハラとか、まあ、いろんなことがあるから、はい、取り繕ってるような気もする。今のご時世だったらしょうがないのかもわからないけども、うん、でももう少し今井という人間を出してもいいような気がするな、うんうん、みんな遠慮してるような気がする。だとしたらますます2年契約であれば来シーズンもやっぱりユニフォーム着て引き取って、うん、まあ、やってほしいなっていう。やんちゃでいいんだよね、うん、と思うんだけどな、うん、で渡辺っていうのが今井の隣にいるけども、はい、あれ現役の時やんちゃだったからねいや違う違う違う、この前話して挨拶に来たんだ、はい、ね、俺の気持ち分かるかって言ったら今井さんさ分かりますよって今になって言って、うん、コーチのね、コーチのそうやろこう言うて、うん、でもそんなもんやってって、うん、渡辺もそうだけどおとなしくなりすぎ、やんちゃだったらやんちゃでやり通せよって思う、うん、弱いチームはやっぱ俺たちが引っ張っていかなきゃいかんとか、うん、まあ、そういう姿勢が大事なんだよね、はい、弱いんだから、うん、もっともっと引っ張っていけばいいなと思うけどな。そうですよね、まあ、あの途中あの早川投手 あの発言などで、はい、今井監督は一時期早川投手をファームに落としたりとかこともあったので、うん、思うところとか選手に伝えたい熱さっていうのはきっとうちには秘めてるのかなって思うんですけど、でも俺相対的にね、うん、キャンプの時に会った時から考えると、うん、本当にこの4位っていうのはよくやった方だと思うよ、うん、選手も大郷とか本当に良くなってきてるし、はい、コブちゃんも一時期 その守備のスランプも脱したし、うん、で伊藤幸也とかも良くなったし、でキャッチャーの、ね、石原とかね、そうですね、太田もなんか伸びてきたしね、うん、まあ、辰巳も安田もそうだし、はい、順調には育ってるな。ピッチャーがちょっと足踏みしてるような状態だけども、うん、はい、鈴木空が
良くなったりだとか、うん、まあ、いろいろしてるから、うん、まあ、来年希望は持てるよね。そうですよね。そうそう、あとはドラフトとかね、はい、補強とか、うん、まあ、そんなことをプラスしながら、うん、だからここでまた1年で監督が変わるって、ね、白紙だって言われたらさ、もったいない。いや、言われたら監督の身になってみろよ、お前2年契約あんのに。もうやる気がなくなるって、うん、誰も引き受けたがらないですね。いや、それで愛情がなくなるってチームに、うん、その選手にじゃなくて球団に対しての、うん、だからそういうことはやっぱマイナスに、ね、作用するから、うん、だからまあそこら辺はちょっと避けてほしいなと思うけどね、うん、まあ、言っちゃったもんしょうがないけど。そうですね。いや、そうですよね。聞いてみ、え、どうすんの、え、2年契約じゃないの。思いますよ。だって人生設計こっちも考えてるんで。考えてるよな、はい、来年からどうやってご飯食べようというか。まあ、ご飯を食えるよ、あ、まあ、お前は。まあ、心配しなくて。そうですね。1年でクビになった監督って、そりゃやっぱ世間体が悪すぎるわ。え、どこでみたいな。楽天って、あ、そりゃしょうがないねって言われるぐらいになったからね。今は、うん、いや、だけど前の気持ちを考えるとちょっと複雑だな、うん、そうですね。ね、せめて2年3年というのは腰据えてやってほしいなっていうふうに。やっぱ名門になるには長期政権というのは絶対必要だよ、うん、歴史上クラブチームがあるでしょ、はい、サッカー界でもそうだよ、うん、まあ、巨人でもそう、うん、で V 級時代やった川上さん何年監督やったよ、はい、そうでしたね。そうだろ、ね、だその前もそうなんだよ、うん、巨人の監督って原監督もそうだし、はい、長いんだよ、うん、やっぱ伝統ってやっぱその人の思いがこう常に詰まってるというか、それを作り上げていくんだよね、はい、伝統が浅いチームなのにコロ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 変えたら伝統になってこないんだよ、うん、そうです。ヨーロッパの、ね、サッカーのチームの伝統もほとんどね、下部参加の、あのコーチって変わらない。そうなんですね、うん、トップはやっぱファンが暴動起こすから変わる時あるけど、はい、でも成績ある程度落ち着いてたら本当、うん、変わらないよ。まあ、それが一番ね、あの強くなるっていう秘訣なんですよね。そうだよ、メジャーだってそんなコロコロ変えないでしょ、うん、俺はもう思うけど、プレゼンした方がいいと思うよ。プレゼン、いや、なりたい人が行ってプレゼンする、うん、はい、そん中から決めたらいい、うんうんうん、そしたら文句ないだろ。そうですね、勝手に決めて大丈夫じゃないかって決めて、うん、そうするから。そうだよ、各球団そうだよ、うん、もうプレゼンしなさいよって、うん、やりたい人を集めて来てください、うん、もうアマチュアとか関係なく、うん、まあ、ある程度の資格をこう出しておいて、うん、ね、プレゼンさせて、はい、どのぐらい球団を強くするかっていうとか、うん、ね、ファンはこうしたら来るとか、はい、いろんなプレゼンの仕方ってあると思うんだけど、うん、その中で気に入った人を監督に据えればいいじゃん。その実績とか名前とか人気だとか関係ないよ、はい、熱さハート、うんうん、それとやっぱプラン、はい、まあ、そういうものが見えないと、うん、やっぱ監督ってね、簡単なもんじゃない。まあ、全日程が終えてからどうなるかっていうことが明らかになるということなので、はい、まあ、ちょっとシーズンが終わってから楽天のちょっと動向なんかも注目していきたいですね、うん、そうだね、はい、はい。